速稼塾の久保です。今回はですね、私がベンチマークしている小川淳也衆議院議員の発議に対してなんですけども、ここでですね、 NHK の悪意ある切り取り報道がされていたということで記事が上がっていたんですけども、これに対してですね、小川淳也さん自身が NHK に、抗議をねする動画なんですよ、今回のは。これは非常に痛快なんですけども、どういうふうな記事が上げられたかといいますと、小川淳也議員対 NHK 幹部、2019年3月14日衆議院総務委員会 NHK ニュースウォッチ9の切り取り編集ということで、信号無視話法というふうにね書かれてますよね。で、これはね、2019年3月1日衆議院本会議で根本厚生労働大臣の不信任案決議案が提出され、野党の小川淳也議員は約1時間49分に及ぶ趣旨弁明を行った。これ私もね、もう何回も拝見したんですけども、力強くてですね、私たちを感動させる、国民の側に立った、本当にですね、私たちと同じ目線の声をひるむことなく大きな権力に対して恐れずにぶつけてくださった、本当にもう最後のね、希望のような、そんなね、答弁2時間です。で、まだまだね、話しきれなかったことがあると思いましたんで、別の YouTube でね確認したんですけども、さらにまた今のね権力に切り込んでいく、本当に私たちを救ってくれるようなメッセージだったんですよ。ただですね、 NHK が悪意ある切り取り編集でこの小川議員の発言がもうまさにですね、悪意を持って自分の言い逃れをしてるとかね、自分の正当化をしてると、まあ何にしてもですね、ひどい編集だったわけですよ。その動画は私は見てませんけども、ただね、全編を見ると国民のために大きな権力に立ち向かう侍一人という印象以外はないんですよね。私はね、もう最後の30秒で感極まって、人前だったんですけどもね、その動画を見ながらね、病院の待合室でもう涙が滲んできました。それが今日の話だったんですけども、で、そこからですね、このニュースウォッチ9のその動画はどこにあるのかなと思って探したんですけども、ちょっとなかったんで、今回のようなね編集の動画にさせていただきましたけども、ぜひねご覧いただきたいと思います。まずは、まずはご覧ください。どうぞ。問題は政治報道についてであります。この NHK の政治報道に対する信頼感なり期待感、これはもうあえてちょっと申し上げます。大体世の中半分の方は政権支持層です。世の中のもう半分の方は政権不支持層です。で、両方とも受信料払ってます。という前提に立った上でお尋ねをしますので、その前提でお答えいただきたいわけです。これで私自身、ちょっと自分自身の発言にも関わることなので非常に申し上げにくいんですが、ちょっと感化できませんのでお尋ねします。先般3月1日の衆議院の本会議における根本厚生労働大臣の信任に関する議案についての報道です。ある学識有識者の方がこの大臣不信任決議案の趣旨弁明を悪意ある切り取り編集で恥ずかしめた NHK という形で投稿記事を投稿しておられます。これはインターネット上ですからいろんな意見があっていいわけですが、学識経験者が投稿したということですので、それなりの見識と覚悟を持っての記事だと私も受け止めています。それからインターネット上に、これは一般の方だと思うんですが、野党側が追及に用いたネット上の統計不正に関する皮肉の書き込み、野党側が追及に用いたのはそれである。冒頭わずか2分、全部で1時間49分、109分の演説時間をいただいたわけですが、冒頭わずか2分余りの導入部分があたかも演説の本題であったかのような印象を与えるナレーションがされていた。で、途中何度も水を飲む姿と時間稼ぎをしていた印象を与えるナレーションを加え、これ報道とは政権与党に都合のいいことを言い、都合の悪いことを隠し、野党を下げすんで与党側の印象を良くすることなのか、恥を捨てくださいというような一連の批判がございます。で、これについて NHK がどう受け止めているか、まずその点から会長のご見識をお聞きしたいと思います。久江田日本放送協会会長、お答えいたします。 NHK といたしましては、放送法にのっとり公平公正不偏不党自主自立を貫き、視聴者の判断の拠り所となる情報を多角的に伝えていくことが役割だと考えておりまして、これをしっかりと守って放送を行っていくことだというふうに認識いたしております。国民の知る権利に応え、特定の利害に左右されることなく意見が対立している問題は多角的に取り扱うなど、基本的な姿勢を堅持することは重要と考えておりまして、これからもこの認識を常に持ち、業務の執行に当たってまいりたいと考えております。何をどのように伝えるかに関しましては、まさに編集権に関わることでありまして、コメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、文章された権限の下で現場が自主的に判断していると認識いたしております。政治的公平性につきましても、こうした自律的な取り組みの中できちんと確保していきたいと考えております。以上。小川君、まさに今会長がおっしゃったお題目がきちんと実践されてますか、チェック機能は働いてますかという趣旨でお尋ねをしています。一部異論もあるようですが、これ最近 NHK を退職された記者の方が出版された官邸 VS NHK という書籍です。で、特に森友問題に焦点が当たっています。で、初動段階において相当取材を尽くしたにもかかわらず、上層部の意向で十分それが報道できなかったというような一連の経緯が綴られています。もちろん異論も反論もあるでしょう。で、ちょっと関連してお尋ねしたいんですが、この森友問題に対する NHK の報道が不十分だという世の中からの苦情があったようですね。これがどうも数字を、この本に沿って数字を申し上げると150件だったそうです。で、今般ちょっとお尋ねします。この3月1日の本会議の取り上げ方、夜9時台のニュースの話なんですが、をめぐっていろいろと電話や
お手紙、メール、そして SNS、いろいろと苦情なり苦言があったと思いますが、それはどのぐらいあったんですか。木田日本放送協会専務理事。お答えいたします。3月1日から昨日までの、電話メール等の、ご意見170件というふうに聞いております。じゃあ小川君、これ会長にお聞きの通りでして、この森友問題に関する苦情が150件なんですね。この記者の方によると、でこの1週間10日の間に170件の苦情が寄せられているということは、それなりに重く受け止めていただかなきゃいけないと私は思っています。それで、まあ、もう1点、これ答えられないのかもしれませんが、この3月1日の9時台のニュースの当該部分、視聴率どのぐらいですか。木田日本放送協会専務理事。視聴率については私の方からお答えできないです。小川君、まあ、なんだかそういうルールがあるようなんですけれども、まあ、おそらく、まあ、私の責任において推測で申し上げると、おそらくまあ 5% から 10% ぐらいの間なんではないかと想像しています。そうすると日本国民の500万人から1000万人の視聴者、まあ、多くはそのほとんどは受信料を払っている視聴者にこの NHK の切り取り方が伝わった可能性があります。一方、実際の、まあ、登壇した野党側の主張を、まあ、直接ご覧になった方は、私もちょっとこれ分析難しいんですが、動画の視聴者などから推測しますと、まあ、どんなに多く見積もっても数千人から数万人まで、そうすると真意を受け取ったのが日本国内に数千人から数万人、この NHK の切り取りを受け取った方が500万人から1000万人、どれぐらい影響が大きいかということは、会長はじめ幹部編集の現場もその影響力の大きさについてはよく自覚をいただいていると思うんです。それではちょっと事実に即してきます。今まさに会長がおっしゃったこれ、放送法は、まあ、報道は事実を曲げない、それから意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにする、これ放送法の要請です。同時に NHK が自主的にこれ放送法に従ってたと思いますが、ガイドライン作ってますね。ガイドラインからも少し読み上げたいと思いますが、まさに会長が先ほどご答弁されたように、視聴者の判断の拠り所となる情報を多角的に伝える、これ自らお決めになっていることです。それから報道は事実に即した表現に徹する、これも自らお決めになっていることです。でその角度からお聞きします。当時野党側、私自身の発言であると同時に野党5会派を代表しての発言でした。その骨子は何だったと受け止めたのか、その事実に即してお答えを求めたいと思います。木田専務理事。お答えいたします。農家厚生労働大臣の不信任決議案の提出理由は、統計不正問題は国の根幹を揺るがす大問題であり、決して看過することはできない。根本厚生労働大臣は部下からの報告のことの重大性を全く認識できず、不正の重大さに真剣に向き合おうとせず、真相究明を妨げようとした責任はあまりにも重い、などというものだったというふうに認識しております。小川君、正確に捉えていただいていると思います。これ賛否両論あっていいんです。賛否両論あっていいんですが、少なくとも野党側の主張はそうだ。で先ほど来申し上げたように、放送法なり自らの基準に従えば、多角的にその意見を取り上げる責任がある。でその実際の報道、まあ、のっけから取り上げてますので、ご覧になってない方もご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、結論から言うと、私が導入部分で用いたインターネットユーザーの川柳と、それからあたかも時間を引き延ばすかのように水を飲んだ部分しか取り上げられてないんです、基本的に。でそれで今まさに正確に私の野党側を代表しての主張を捉まえてるじゃないですか。で確認すると、民放各局はここをまさに拾ってるんですよ。なぜこの野党側の主張の骨子を報道の骨子として取り入れなかったのか、その理由を聞きます。木田日本放送協会専務理事。お答えいたします。NHK ではこの日、正午のニュースでは、野党6党派の国会対策委員長らが会談して、統計問題の審議が不十分で、新年度予算案の採決は認められないという認識で一致し、不信任決議案を共同で提出したという事実を報道しました。この際、立憲民主党の辻元国会対策委員長の嘘はあるけど、隠蔽はないというような追加報告書の結論の中身を良しとするという大臣、これはリーダーシップがない、やめてもらわないと仕方がないですねというぶら下がりも放送しました。さらに、ニュース7、夜7時のニュースですが、ここでは正午ニュースの要素に加え、衆議院本会議で立憲民主党の小川淳也議員が行った趣旨弁明のうち、一連の真相究明、甚だ不十分、不適切だったと言わざるを得ず、不信任案提出の根本的な理由でありますという部分を放送しました。ニュースウォッチ内では、政府の新年度予算案の衆議院通過をめぐる与野党の攻防をお伝えする中で、不信任決議案についても放送しました。野党側が提出した不信任決議案については、統計問題の審議が不十分で、新年度予算案の採決は認められないとして、根本厚生労働大臣の不信任決議案を提出したというコメントとともに、立憲民主党の小川議員が衆議院本会議を行った趣旨弁明も放送いたしました。趣旨弁明では、小川議員が統計不正問題を批判し、問題の本質を見抜いている国民の力作だなどと指摘して、衆議院本会議の演説で引用した川柳も放送で使用いたしました。統計不正問題の真相究明を求める野党側の姿勢を放送したものであります。小川君、それは趣旨弁明の趣旨ですかと聞いてるんですよ。ということなんです。それから12時と7時でやったから9時はやらなくていいということにもならないんですね。会長、そうでしょ。そういうことなんですよ。それでこれだけの視聴者からのいろんな意見が出たことを軽んじるべきじゃないと思いますよ、この編集に関して言うと。会長、どうですか、この9時台のこの編集について。もう一点ちょっと聞きます。私が当日水を複数回飲ませていただいたことは事実なんです。でそれは率直に申し上げて、いろいろと個人的な体調もありました。相当寝不足やあるいは疲労も溜まってたことも事実です。であの時一番恐れたのは脱水と酸欠なんです。でそういうことも含めて、それから急いでもちろん原稿全部行き切りたかったんですが、そういう状況なので行けなかった。それで議長からの注意も真摯に受け止めていますが、限界を超えて早くは読めなかったという、正直にそういう状況があったんです。規則発言は慎まれるようお願いします。その上で何度も水を飲む姿に議長が注意したというのも、これ事実と異なるでしょ。何度も水を飲む姿に議長が注意されたとは私は思いませんよ。もう少し早く読めないかとか、時間を短縮できないかという議長の思いが終わりになったことは想像していますが、水を飲んだことをこれ時間にして何秒かでしょ。水を飲んだのはこれあたかも水を飲んだことに対して議長が注意したかのようなナレーションの伝え方、報道のされ方はまさに事実と異なると思いますが、いかがですか。木田日本放送協会専務理事。
お答えいたします。趣旨弁明の演説については十分に吟味し、報道については自主的な編集判断に基づいて放送を行わせていただきました。議長、小川君、質問に答えてください。水を飲んだことを議長が注意したというのは事実誤認じゃないですかと聞いてます。はい、木田、日本放送協会専務理事。先ほども申しました通り、趣旨弁明の演説については十分に内容を吟味いたしまして、編集につきましては自主的な編集判断で行わせていただきました。議長、小川君。じゃあ水の議長が水を飲んだことに注意したと受け止めているという理解ですね。木田、日本放送協会専務理事。繰り返しになりますけれども、趣旨弁明の演説につきましては十分に吟味いたしまして、報道は自主的な編集判断で行わせていただきました。木田、日本放送協会専務理事、もう一度質問に答えてください。趣旨弁明の演説につきましては十分に内容吟味させていただきまして、報道につきましては自主的な編集判断に基づいて行いました。小川君、ちょっと止めてください。委員長、止めてください。職務止めます。起こしてください。お答えいたします。野党提出の根本厚生労働大臣の不信任決議案につきましては、先ほどもお話ししましたように、正午ニュースでもそれにニュースご一覧でそれぞれお伝えしております。その上で、立憲民主党の小川衆議院議員が趣旨弁明で、インターネットに投稿された宣伝を読み上げ、統計性問題に対する国民の不信感が根強いと訴えるとともに、水分補給の際に衆議院議長から、少し早めて結論を導いてくださいと促されながらも、2時間近くにわたって追及を続けたという形でお伝えいたしました。じゃあ、はい、小川君、とにかく水分補給の際にと今上手におっしゃいましたが、ナレーション違いますからね。何度も水を飲む姿にですから。そういう言い方を変えられること自体、ちょっと適切だったかどうか内部でも議論があるということでしょ、これは。とにかくね、賛否両論あっていいんですよ。だけど野党側の主張の骨子は伝えるべきでしょ。それから議長が何に注意をしたのか正確に事実に即して伝えるべきだ。500万人1000万人の視聴者を惑わせた可能性ありますよ、この点。大いに反省を求めたい。その上でこれどういう過程で原稿が作られているんですか。現場で作られた原稿と最終的に承認された原稿とはどのような相違があるのか、ちょっと資料提出を求めます。もしここで答弁できるならしてください。木田専務理事。多様なご意見があることは承知しておりまして、結果としてこのようなご指摘をいただいたことを真摯に受け止め、引き続き、正確、公平、公正、不偏不党、自主自立を堅持して、報道に当たってまいりたいと、まず思います。なお、原稿等々の質問につきましては、編集権に属することですので、お答えをさせていただきたいと思います。小川君、まず冒頭おっしゃったコメントは、私も重く受け止めたいと思います。これ、私自身も大変そのわきまえながら質問をしなきゃいけないことだということはよく分かっているつもりなんです。しかし、これだけの声がある以上、私も看過できないという心づもりで質問しています。で、NHK さんはですね、やっぱりこれ、予算を毎年政府与党に握られています。それから先ほども議論になりかかっていましたが、会長人事も事実上握られている。だ予算と人事を握られているという意味では、与党内霞が関と同じなんですよね。なので申し上げていることがある意味酷かもしれないということも理解するつもりです。したがってこれは、例えば BBC なんかはあれでしょ、10年に1回ですよね、政府の審査をね。というちょっと距離を置く制度的なことも考えなきゃいけないかもしれない。それから繰り返しになるんですが、視聴受信料についても結構やっぱりいろいろと、あくまでインターネット上ですよ、議論が出始めてるんですよね。昨日初めて NHK に抗議の電話をした。あまりにもひどくて悔しかったので、果たしてどの程度伝わるものがあるのか不明ですが、最近あまりに偏った報道ばかりで、受信料を払うことに疑問があると伝えました。いいですね。どんどんやりましょう。受信料を払っている者の権利です。ひどいな。悪意しか感じない編集。受信料を返してほしい。皆さん、ぜひ NHK 受信料不払い運動を展開しましょう。というような声も一部とはいえ聞かねない背景はあると思いますよ。そのことを踏まえて、で、これちょっと、この書籍とも関連するんですが、一度衆議院の総務委員会に、小池報道局長、ちょっと参考人として承知したいので、委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。理事会で協議します。いろいろと、会長重ねてになりますが、受信料払っている視聴者の半分は政権支持層、そしてもう半分はこの政権に対して不満や不安、疑問を持っている不支持層です、約半分。そのことをもう改めてご認識いただいた上で、大変出過ぎたことを申し上げた部分はよく自覚した上で質疑をいたいと思いますが、今後の特に政治報道、気骨のある気概のある報道をぜひ求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。